はい、こんにちは、山園です。このチャンネルは様々なコンテンツを紹介レビューしながらオタクの僕が一言つぶやくだけのチャンネルです。今回はヴェノムラストダンスの最終予告が出たんで話していきたいと思います。今ソニーが展開してるこの SSU っていう、ソニースパイダーズユニバースっていうスパイダーマンのヴィランだけを集めたユニバースっていう、まあ、かなり攻めたユニバースをやってるんですよ。でこれまでモービウスとかマダムウェブとか、かなりねぶっ飛んだ作品を出してきたんだけど、いよいよ完結するそうです。そのねヴェノムラストダンスの最終予告が出たんですけど、どうやら今作のヴィランがヌルっていうやつらしいんですよね。これ僕知らなかったんですけど、どうやら原作知ってる人からするといよいよ登場してくれるのかレベルの結構待ち望まれてたキャラクターらしくて、なので今回そのヌルの紹介と今後 SSU はどうなっていくのか、まあまあ終わるんですけど、SSU はねどういう風に終わってどんな風にその後、まあ、繋がれていくのかっていうのをねちょっと考察していこうと思います。でこのヌルってどうやらめちゃくちゃ強いらしくて、初登場は2018年のコミックで、まあ、比較的最近のキャラクターなんですよ。なんだけど、まあ、人気ということですごいですよね。で、こいつねシンビオート、あのヴェノムとかああいうドロドロしたやつらを創造した闇の神様らしくて、まあ、かなりぶっ飛んだ敵なんですよ。これまでヴェノムシリーズってあの1、2続けて結構小さい規模の話だったじゃないですか。まあ、敵も自分に同じと同じそのシンビオートだったし、戦う場所も教会とか、まあ、普通に街とかそんな感じで、まあ、リアルな世界で戦ってきたわけですよ、あくまで。これがねいきなり神様とか出てきて、まあ、ちょっとねやっぱり話の規模も大きくなるんだろうなと思います。で原作ではねこのヌルってやつはシンビオートで剣を作って、それでセレスティアルを殺したらしいんですよ。このセレスティアルっていうのはあの MCU のエターナルズとかに登場したあのでっかいやつですね。もう地球とかよりもめちゃくちゃでかくて、もうその、人類とか生き物を創造したと言われる本当の神様みたいなやつらも殺したことがあるっていう、もうかなり強い、めちゃくちゃ強い敵ですよ、そう考えたら。でこのシンビオートで作った剣っていうのはすでにその MCU で登場してて、あのソーラブ&サンダーの敵ゴアが持っていた剣がその剣らしいです。っていうのからも分かる通り、まあ、明らかにねそのソーレベルの敵なんですよ。ソーとかが出てきて対処するレベルの敵なんですよね。正直ねこのエディとかヴェノムが勝てる未来が見えません。毎回ねこのヴェノムは予告編であいつはやばいあいつはやばいって何回もそのワンツーねずっと言ってきたんだけど、いよいよ本当にやばい敵が現れました。もうね明らかにヴェノム一人じゃ勝てないんですよこれ。で、まあ、今作はその SSU じゃないですか、ソニースパイダーズユニバースですよ。これまでモービウスとかマダムウェブとかクレイブンズハンターが世界観共有してきて、さらに MCU からあのバルチャーとかもねその向こうの世界に行ってるわけですよ。そろそろこいつら集合してもいいんじゃないですかっていうのもね、こいつらさその世界観共有してますっていう割には全く世界観のつながりがないじゃないですか。まあ、たまにあるよ、そのモービウスでヴェノムっていうやつらが街で暴れてたとかそういうなんか話で言及されたことはあるけど、こいつら自体が未だに会ったことがない。これねそのユニバース共有してます詐欺でしょ。全然その感ないやん、だってその感じだから。こいつらねそろそろ集合していいですよ。だって元々初期の設定ではこいつらチームアップして、まあシニスター6かなんか知んないけどスパイダーマンと戦ったりする予定だったんでしょ絶対に。なのにさこのまま顔合わせなしっていうのはさちょいと悲しすぎませんかって思うんですよね僕は。まあまあそのね興行的にも評価的にもこれまでの作品低いから、マダムウェブとかモービウスとかねまあ評価低いですよ。だからその集合させるの自体がリスク、興行につながらないっていうのもあるかもしんないけど、いやーそのねこれまでその評価低い作品を僕たち追ってきたんですよ。そういうファンサービスあってもいいかなって思うんだけどね。でまあまあそいつらがね集まって世界救っちゃうと、もうそれスパイダーマンのヴィランとかじゃなくてヒーローじゃんってなっちゃうっていうのもあるんだけど、もうねそれ気にしてる人いないって。だってお前らさ一作目からずっともうそのヴェノム一作目公開されてこれまでのユニバースで全然ヴィランっぽいことしてないだろ。たまにそのヴェノムが人の頭食うとかでしょ。お前らほとんどずっとヒーローサイドじゃん。だからもういいよ、
お前らが集まって世界を救う話見せてくれよって思います。で、まあ、そうやってね、みんなが集合してヌル倒すのもいいんだけど、ちょっとね、今回ヌル倒さないっていう可能性もあるなって思うんですよ。っていうのも、まあ、今その MCU の方がマルチバースサーガーっていろんな世界とね、世界観共有したり、繋がったりしてるわけですよ。今回のヌル倒せないまま、その MCU のスパイダーマンの次回作とかに持ち越されたりっていうのも全然ありえるなと思います。そうすると、まあ、一応この SSU は終わりだけど、スパイダーマン4でやっとようやくベノムとスパイダーマンが共演したりっていうのもできるわけですよ。ちょ、おかしいからね、そのベノムが未だにスパイダーマンと共演してないの。そう、おかしいんだよ。だから、まあ、そういうつなげ方もできるなと思います。もしくは、まあ、この SSU のことですよ。俺らの想像の斜め下のことやるんですよ、毎回。例えばそのバルチャー出しといて、それ以降登場させなかったり、あのベノムがねスパイダーマンの世界にわーって来たと思ったら、何もしないまま帰っちゃったりとか、あとマダムウェブでね予告編で散々見せてたスパイダーウーメンがもう一瞬しか登場しないまま終わったりっていう、もう俺らの期待をかなり下回ることを散々やってきてるわけですよ、これまで。この調子だったら、ヌル登場するけど、あっさりベノムに倒されるっていう可能性も全ありえます。っていうかね、むしろそっちの方がいつものソニーというか、SSU らしいなっていう気もするんですよ。昔ね、ファンタスティック4っていう映画があって、それにギャラクタスっていう敵が出てきたんですよ。ファンタスティック4、銀河の危機かな？にギャラクタスっていうもうめちゃくちゃでかくて、その星を食べるみたいなね敵が出てきたんですよ。で、こんなの絶対勝てないやん。その原作だとアベンジャーズとかさ、あの X メンとかもいるから、まあ倒せるわけなんだけど、その時のさファンタスティック4って本当に4人しかいなかったから、絶対ギャラクタス倒せねえよなーって思ってたら、なんかあっさり倒したっていう過去事例があるわけよ。今回のね、ベノムもそうなる気がするんですよね。まあね、てかもう本当にさっきも言ったけど、そっちの方がソニーらしい。まあちょっと雑な作りの方がね、ソニー感があるんですよね。っていう意味でも、まあ、正直全く終わり方が見えない。そのサプライズでマダムウェブとかが出てくることは全然ありえると思うし、そのスパイダーマンにつながるっていう可能性もマジでありえるし、なんならそのあっさり倒したハッピーエンドも全然ありえるっていう、一番読みづらい作品なんじゃないかなと思います。いや楽しみですね、そういう意味では。いよいよ終わりですか SSU。 もうね、本当にね、このシリーズにはね散々悩まされましたよ。予告はね毎回面白そうなんだよね。特にマダムウェブとか、もうこれはっきり言ってスパイダーマンと絶対つながるやろうっていう感じの予告編だったりしたからさ、こんなにさシリーズ続けてて未だにスパイダーマンとつながってないのやばすぎるだろ本当に。まあ終わるべくして終わるシリーズですね SSU で。まだねそのクレイブンズハンターも公開されてないんで、こっからまあそのクレイブンズハンターめっちゃ評価高くて、ベノム3もめちゃくちゃ評価高かったりしたら、 SSU のキャラクターまとめてアベンジャーズシークレットウォーズに参加とかもありえるかもしれないですね。本当に頑張ってほしいです。そんな感じですね。動画を見ていただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。